どうも、ハイチです。まさかのプチ相談コーナー第2弾、やっていきましょう。では、今回の質問は、こちら。〇〇まで偏差値上がりますかっていう質問ですね。これに答えていこうと思うんですが、こちらはすごくシンプル。簡単に答えていきます。一言、わかりません。で、さすがにこれで終わったら怒られると思うんですけど、ただ、わからないというのは本心です。はい。なぜなら、俺は別に預言者ではないですし、まして、みんなのね、その相談くれた子の、状況、この科目がこういう状況、こういうとこが苦手っていうことも知らないし、それに対してどういう勉強をしてるかも知らないので、もし担当だったら、この調子でやってったら何ヶ月で偏差値いくつぐらい上がる可能性はあるぞっていう話はできると思う。きっとする。でもそうじゃないからできない。で、今までの塾講師の経験上、例えば3ヶ月で偏差値10上がった子はいました。実際自分の生徒で上げた子はいたけども、いたよって話はできる。でも、その子がいたからといって、じゃあその子みんなね、相談くれたみんなが上がるかどうかっていう話は別だと思うんだよね。そう。だからいたよって話だけはできます。はい。で、もう一個自分がよく返してしまうのは、これね、結構イラッとされるんで、ごめんね、イラッとさせたら申し訳ないんだけど、上がるかどうかじゃなくて、俺からしたら上げるかどうかの違いは大きい。偏差値5上がりますかじゃなくて、じゃあ偏差値5上げるんですかっていう。上げるって腹くくって、絶対上げてやるんだって、覚悟を決めてたら、行動が変わってくるから今度。上げるためにね。上がるかどうかを考えるって、上げるんだから自分で。自発的にいろいろ行動が変わってくるはず。だから、ひとまずそのね、上がるかどうか不安になるのは当然です。みんなそれ思ってるから。その、なんだろう、語学内に行ってない子なんかみんなね。でも、それと戦いながら絶対上げるんだって気持ちで勉強してください。受験勉強。戦ってください。で、それである程度その気持ちで戦ったら、今度、偏差値いくつ上がりますかって質問じゃなくなるから。違う質問が出てくるはずだから。そしたらまたその時会いましょう。ということで、今回はハイチ。以上です。会いましょう。